煩悩、眼を抑えて、見立て祭らずといえども、大悲、物浮きことなくて、常に我を照らしたもうと言えりと。何万打仏、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 何万打仏。おはようございます。朝早くからお参りくださってありがとうございます。今拝読させていただきましたのは親鸞様の、正信偈からですね、読ませていただきました。私たちの煩悩がありましてね、眼っていうのは目のことなんですね。煩悩がたくさんあってね、私たちそれで、目がね、濁っておりましてね、仏様のことをね見ることができないと。しかしですね、仏様はですね、そういうことは構わずにですね、常に私たちを照らしてくださっていると、そういうことなんですね。仏様がね照らしてくださっている、仏様が見ているよっていうことをね、ちょっと今日は話したいんですが、私もね小さい時にね、仏様が見とるよってね親に言われましたね。何か、悪いことですね、例えばお姉ちゃんと、おやつを食べるのにお姉ちゃんがいないからおやつをたくさん食べるとかね、なお母さんが仏様はちゃんと見てるよって言われたりとかね、何か、揉め事、喧嘩に、ね、なった時に、私が何かずるいことをしようとすると、やはりね仏様がね見とってよ、誰もね見てなくても仏様が見てるよとね言われました。で本当かなって、そうって言われるとね、なんかこうちょっと身がこう締まる感じがしましたけど、本当やろうかって。だって仏様はね見えないしね、見てないかもしれないじゃないと思いましたね。でそれなのに私が仏様のことを気にしてね、自分がやりたいことを我慢するのはなんか、尺に触るというかね、なんかそんなこと気にせずに好きなようにやりたい、そういうようなね、気持ちがしました。でそのことはですね、私がこう仏法を聞かせてもらってね、ああそうか、仏様が見ておられるんだなということをね、味わえるようになりましたね。でたとえこう見ておられてね、そして私たちがすることっていうのは残っているっていうことが恐ろしいと思うんですね。そして自分がやったことは誰も変わってくれない、自分が引き受けていかなくてはいけないということがね恐ろしいんだな、そういうふうにね、味わうようになりました。しかし日頃ですね、私たちは仏様の目をね気にして生きるというよりかは、世間の目をね気にして生きていることの方が多いように思いますね。世間がどう思うかとかね、周りの人がどう思うかとか、相手がどう思うかとかね、こういうことをしてたらあの人はやっぱり大したことないなって思われるん違うかとかね、あれはなんかやっぱりちょっとね気持ちが大きくない人だな、ずるい人だな、そう思われたら嫌だから、そう思われたくないからっていうことでね動くことの方が、多いように思うんですね。でそれがね、とってもね、私たちね悲しいことやなと思いますね。で嘘をついたりとかそういうこともね、まあしてしまうわけですね、世間の目を気にしてですね。で私ね、そんなことを考えておりましたら、嘘つき少年のねお話を思い出したんですね。イソップというね童話ですね、その童話の中で、狼少年というね話があります。狼少年はですね、羊飼いなんですね。羊をたくさんこうね番をしている。でも
羊の番をしていてね、退屈なんですね。面白くない。何かね、騒がすようなことがしたい。で、それで、狼少年はですね、村の方にね、降りていってね、狼が出たぞって言うんですね。大変だ大変だって。そう言いますと、村の人がすっごい慌ててですね、全部物をね、放り出してね、武器を持って、走ってね、この羊のところにやってくるわけです。で、それを見たら、狼がいないわけですね。で、そこでケラ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 笑っている少年がいて、どうしたんだわ、狼はいらないんじゃないか、お前嘘ついたなとね、怒られるわけです。でもそれが少年には楽しい。そして、しばらくしたらね、またやるんですね。狼が出たぞ、大変なことだぞとね、走って言いに来るわけです。で、少し間が経ってますから、それでも狼がね、来ていたら大変だと思って、やっぱり村の人たちは、行くわけです。そしたらまた少年がね、ゲラ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 笑っとるわけなんですね。ああ楽しい、ああおかしいと言ってね、腹を抱えて笑っている。村の人が大変怒りましてですね、もうこの子だけは信用がならない。そう思われまして、で、また日が流れたわけ。で、またですね、しばらく経って少年は村のところでね、狼が来た、本当だ、今度は本当だと言って大声で叫び続けるわけです。しかし、誰も本当にしてくれない、誰も来ない。でもずっと叫び声聞こえるんですね。その結果、どういうことになったかと言いますと、今度は本当だったんですね。それで、羊がね、食べ尽くされてしまう。そして、少年もね、命を落としてしまった。そういうね、まあ、残酷な話ですね。で、それをがね、なんか私の心にね、引っかかるんですね。なんかなんて悪い少年やろうとね、ずっと思っておりましたが、非常にわかりやすいですけど、私たちは、自分の都合でね、いろんな嘘をついているなと思うんですね。たくさんのですね、うまくやっていくためにと思ってますけれども、いろんなところで嘘をついて、で、なんとかね、うまくやっていると思っている。でもそういうことはですね、仏様のから目から見たら、全部ね、お見通し、分かっておられるんですね。そしてたとえですね、この狼少年のような、少年でも、仏様、阿弥陀様はですね、決して見捨てられることがない。もう涙を流して、そういう私であるから何万打仏をね、作ったのだ、どうぞ受け取っておくれと、最後まで最後までね、見捨てないのが阿弥陀様なんですね。そのことをですね、思いまして、今日は仏様が見ているというね、テーマでお話をさせていただきました。皆さんがね、自分がどういう姿であるか、そういうことをね、考えていただきたいと思いました。最後に御文章を読ませていただきます。浄土真宗の安心というのは、南無阿弥陀仏の六字の言われを聞き開くことです。善道大師はこの六字を、ゴン、ナモ、シャソク、ゼキミョウ、ヤクゼ、ホクズアン、エコウ、シギゴン、阿弥陀仏者、ソクゼ、ゴギョウ、イシギゴ、ヒットク王女と釈されています。ナモとは奇妙ということであり、奇妙とは主上が阿弥陀如来にお助けくださいとお任せすることです。また、ホクズアン、エコウとは、お任せした主上を如来が納めとってお救いになることです。これはそのまま、阿弥陀仏の四字の意味でもあります。そこで私たちのような愚かな者はどういう心を持ち、また阿弥陀如来をどのように頼み立てまつればよいのかというと、自力に頼ることをやめ、主上をお助けくださいと二心なく阿弥陀如来にお任せするのです。そうすれば浄土に往生することは疑いありません。このように
ナモの虹は主生が阿弥陀如来を頼むという気を表しており、阿弥陀仏の四字は頼む主生をお助けくださる方を表しているから、気法一体のナモ阿弥陀仏というのです。このような言われがあるので、私たちの往生はナモ阿弥陀仏の六字に表し尽くされているのです。何万打仏、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 何万打仏。